じゃあこんにちは、豊さん、はい、昨日から交流戦始まりました。おー、ね、いやなんかまあ楽しみだった割には、はい、なんか初戦終わって、うん、そうなんか違うなみたいな、なんかこう、はい、迫力がないなみたいな。あー、もっとなんかこうバンバンホームランが出てる、まあ、ね、セリーグとパリーグみたいなさ、あ、まあ、そういうなんか意地の張り合いみたいな、うん、なんか淡々と終わったなっていうの感じ。まあどの試合もそうかな。まあまあそうだね。まああの阪神甲子園球場はまあ雨のため中止だったんですけれども、はい、やっぱり中でも昨日試合後 X をざわつかせたのが巨人とソフトバンクの試合。これ2-0。もう X がざわつく前に俺はざわついてた。いや本当に。あれはやっぱり6回裏の巨人の攻撃ですか。ノーアウト1・3塁。そうなんです。一生懸命やってるけど何やってんのかなと思ったらな。見ながら。いやもういけいけとか思ったんだけど。もうなんか押せ押せでいけみたいな。もうなんかこうフラストレーションがたまるというか、なんかあれ気づいたら1点も入らず終わっちゃってたみたいな。そうだな。はい。これあの6回の裏まず代打で立岡選手が出ます。でフォアボールを選ぶと、これ山崎伊織選手の代打でした、はい、で次丸選手、はい、丸選手はセカンドへの内野安打で、まあ、その時盗塁があるんだよね。そうなんです。盗塁が立岡選手が成功して一塁三塁を作ります、うん、ノーアウト一三塁ね、はい、丸の内野安打で、そうです、はい、でここで2番オコエ選手、はい、ここあれはセーフティースクイズだったんですか。まあそうだろうな、はい、まあ、考え方としたらノーアウト一三塁、はい、セーフティースクイズで1点を取ってなおかつ得点圏で丸を送りたかったという。なるほど。で、うん、オコエ選手の足であればワンチャンあのファーストもセーフにっていう、まあ、そこまで欲深くは考えてないよ。あ、そうなんですね。1点取るのは必死なのに。そうかそうか。だワンアウト、うん、いわゆる2塁を作りたかった。で、1点得点入れたかった。1点取って、なおかつ得点圏にランナーを進めたかった。そのバントに使いたかったっていうのが、まあ本音だろうね。あそこでバント、いわゆるセーフティー、うん、あのスクイズみたいなものは、作戦としてはありなんですか？まあありだよな。まあなくはないよ。今の安倍監督の、まあ、思考の中には、まあそれしか多分ないと思う。だいたいがああいうケースっていうのはセーフティースクイズかなんか岡本坂本以外はやらせるもんね。ああそうかそうかそうか。いやだからまあまあやってくるだろうなとは思ったけども、あんなさなんかピッチャーがバントして送りバントみたいになって2、3塁になったみたいな、ああいう想像はしてなかったよね。解説の方もあってなって、まあ、でも結果的にセカンドに遅れたのでいいんでしょうかねみたいな。いやまあよくはないよな。よくはない。まあよくはない。まあね、いろんな考え方ができたと思うんだよ。俺丸で立岡が一塁ラン、うん、あサードランナー、うん、そしたら偽装スクイズでもいいから一球空振りさせておいて、うん、あ見せとくわざと見せといて、うん、盗塁させて、うん、ノーアウト2、3塁からでも攻撃ができたと思うんだよ。ああいう場面で多分ね、甲斐は投げてこなかったと思うんだよ。偽装スクイズだったら投げれなかったと思うんだよ。あ、単独の盗塁だったら投げていったと思うけど、はい、偽装スクイズだったらやっぱり一瞬止まったと思うんだよ、はい、だからまあそういう考え方も一つあったということ、うんうん、で内野手がもうゲッツー体制だったんだよね。もう1点 OK ということで、うん、だから打たしていってゲッツーでも1点で同点だったんだよ。そうですよね、ノーアウトなんだもん。いやだから、まあ、逆転を狙うっていうのは、まあ、指揮官の頭の中にはあってね、はい、まあそのセーフティースクイズでやっといて、うん、なんていうの、得点圏にランナーを進めたかったと、うん、ね、でまあ2、3塁になったと。あ で吉川、あそうです。でその前に一つ伺いたかったのが、あの場面で立岡選手は止まりました。あれ甲斐選手が大きいバウンドを取りました。あれはね、ワンちゃんいけてたんですか。あれは甲斐はね、サードランナー確認してるよ。スタート切ってないと思って自分が取りに行ってるんだよね。あれもしスタート切ってたら、そしたらもう有原が処理してるか内野手が処理してる。じゃああれはもう来たところでアウトになってた。だからサードランナーは打球判断だよね、ああいうところっていうのは、うんうん、ピッチャー前に正面に行ってさ、自らこう刺されに行くことはないじゃない。はい、だからその打球があっと思ったんじゃないの。なるほど。そこはもうじゃあソフトバンクのバッテリーが非常に緻密だった。まずは、まあ、緻密だったというのはバントが悪かったよね。あ、大越選手の、うん、だから角度もわからん、角度ももうそのままだしさ、はい、あの正面に近かったし、うん、だあっと思って一瞬、もうサードランナーって一瞬ひるんだら絶対スタート切れないから、う
だからちょっと止まったんだよね、はい、で、まあ、送る形になってワンアウト2、3塁になったじゃん、はい、でここで吉川尚輝選手、うん、セカンドゴロを打ちました。いやだからこの時にセカンドがジャックルしてるんだよね、ちょっと広瀬選手ですね、広瀬がな、はい、なんかこう止まったんだよね、縦岡が。そうなんです。いやだからここも謎なんだよ。そうあれ足が滑ったとかじゃ多分ね、ワンアウト、うん、2、3塁、はい、まあ次が岡本っていうことを考えたら、うん、打球判断だったのか、うん、それともギャンブルでも良かったと思うんだよね。もう突っ込んできてももう突っ込んできてもあれスタート自体も遅かったんですか、ゴロゴーだったとしても。まあでも挟まれてまた同じ形を作ろうっていう風に立岡は起点を利かしたつもりだったのが、はい、わざわざジャックリしてたのがタイミングが悪かったという。そうなんです。だから全てなんかこうタイミングが悪いんだよ。あの回そうですね。いやそれで、まあ、ギャンブルスタートだったらもうね、あの打球だったらもう頭から突っ込むとか、うんうん、なんていうの、ホームベース上げなきゃいけないから今はね、ルール上だからもう頭から突っ込んできてもよかったと思うんだけど、なんで止まったのかわかんないんだよ、ね、そうなんですよ。いわゆるだからつまり2回止まってるんですよね。腰抜けになってるよね。そうなんですよ。ちょっと滑るような形で、ね、いやだからもうそれもちょっと謎で、どういう指示が出てたのかっていうのがさ、そうなんですよね。もうギャンブルのコリジョンがあるんだから突っ込んでこいよみたいな感じじゃない。そうですよね、うん、もうこうなったらっていう。それも右側の方向に打球が飛んでるっていうことはタッチしにくいんだよ、うん、やっぱ追いタッチになるとかって。そうかここだったらこのままいけるけど、はい、だから右側に飛んだのっていうのは少々タイミングが 遅くても回り込める時間があるから普通だったら行くんやけどな。そうですよね。でやっぱりセカンドがルーキーで、で今年あの1軍で初スタメンっていうところの広瀬選手だったっていうところで、はい、そういうところを見つつ、まあ、ジャックルあのしたので、うん、まあね、ルーキーのところ飛んだからとか、まあね、初スタメンのところ飛んだからって、まあ、そんなことは考えてないんだよ、ランナーって、はい、まあ、だからもうとにかくギャンブルスタートは、うん、もうスタートだからギャンブルじゃなかったんじゃないかなっていうのは、ね、あれどういうサインが出てたんですかね。まあそれは分からないっていう方が正解だよね。そうなんですよね。分かってたら大変なことになるんだけど、どういうスタート作戦だったのかなって。いやだから、まあ、ゴロゴーなんだよね、打球判断、まあ言えばあそこで止まるというのが打球判断でゴロゴーだったのかなっていう、うん、まあ、ギャンブルではなかったのかなっていう、まあ、次は岡本っていうこともあって、そうですよね。で岡本選手はフォアボール選んで満塁、うん、ただもうこの時点で2アウトで、坂本選手が初球でしたよね、もう打ち上げて。有原とはあんまり相性良くないんだよね。あ、そうなんですね。まあ9打5ぐらいなんだよ。あ、良くないのか。良くないんだよ。だから流れが悪いよな。悪かったですね。ただやっぱねちょっとね、はい、野球がちょっとちっちゃすぎるな。もうちょっと大胆に攻めてもいいと思うよ、自信持って。豊さんだったらあの場面どういう風に。いや内野がさ、うん、もうとりあえずゲッツー体制取ってるから、うん、まあ、同点でいいと、はい、いやそしたらさ、もうゲッツーって同点でもいいやって考えるよね、うんうん、でも岡谷の足あったらワンチャン、ね、ファーストゲッツー崩れて残ってくれたら、うんうん、まあ、そこからまた足は使えるかなっていうようなことはちょっと考えてたんだよ、はい、岡谷が一生懸命バントやるからさ、これどうなってんだこれと思って。そうですよね。まあまあでも考えられたのは、まあ、セーフティースクイズで1点を取って、うん、ファーストランナーをスコアリングポジションに置いて、うん、吉川、岡本、坂本で、うん、逆転を狙ってたっていうのはちょっと考えられるんだけどもさ、だけどなんていうのかな、あまりにもそういうことが多すぎると、はい、まあ、確かに打ててないっていうのもあるけども、うん、あまりにも多すぎるともうそれしか点が取れなくなっちゃうよっていう。もうここからじゃあ一発とか長打っていこうってさ変えたところでもうみんなね染みついてしまってた。いやそうそうそう、それと、はい、やっぱいやもうこういうこと嫌だと思ったら、うん、もう初球からもう何でも振りにかかってくるよ。サインが出る前にやっちゃえみたいな。やっちゃえ、もう怖いから。いやいや本当に ちょっとねもう少しねあれがまあ例えば8回とかさ、うんうん、まあ6回だからね、まあ、終盤に入ってきてるっちゃし終盤に入ってきてるんだけども、もう少し大胆に攻めてももうまあ信用してないわけではないと思うけども、
大胆に攻めてもいいんじゃないかなっていうような気がするんだよね。そうですよね。もう巨人が今年ああいう試合展開をするというのがもうソフトバンク側にも分かってたら、あ、もうここは絶対にこうね、スモールベースボールで来るなってなってたら、そういうふうにもう守備体系とか何もかもなりますよね。中央じゃない、ね、中央ってね、めちゃくちゃ大雑把な野球なんで。そうですね、飛ばせ飛ばせですよね。みたいな、うん、何パチンと打てって遠くへ飛ばせ、これが基本なんだよ中央の、はい。新之助はなんか違うなあ、小刻みというか1点をとにかくもぎ取るという、ね、コツンとやる。そうそうそう、コツンなんですよね。いやだからちょっとあれかな、うん、野球がまあこれ言い方がちょっと悪いかもわからない、ちょっと新之助の阿部監督のちょっとねカチンとくるかもわからないけども、うん、ちょっと野球がこうちっちゃくなってんなっていうような感じがするな。そうですね、もう少し大胆でもできる選手っていうのはたくさんいるし、うん、でもあそこで本当に勝負だ、そういうふうに細かいことやらなきゃいけないって思うんだったら、もう一つ、まあ、例えば長野とか、うん、そういう、ね、代打の切り札だとか、はい、まあ、いるとしたらもうそこで使うとかさ、はい、その方が良かったんじゃないかなっていうのは気はするけどね、俺はね。うん、実はあの前監督の原監督が昨日の采配についてコメントを出していました、はい、まず最初に強調するが、作戦の是非を問うつもりは一切ない、ただ一つベンチのサインだったならば、多分これ6回のことを指してるんですが、はいはい、なったならばこういう意図であの作戦を取ったとナインに説明すべきだこれも説明はしてるん、まあ、説明がいるんだったらした方がいいし、うん、まあ、意図的には多分分かってるよね、野球やってる人だったら。うん、まあ、セーフティースクイズで1点取ってなおかつ得点圏に送りたかったっていうのが、うん、まず大本命の意図だよね。なるほど、うん、でさらにここまでの巨人の今年の戦い方について、現在巨人は打撃にやや迫力を欠く、打開する役目は岡本和真に臨みたい、今の成績は悪くはないが、はっきり言ってこんなものではない、気になるのは凡退しても胸を張って帰ってくるように見える、聞けば首相として下を向く姿を見せまいとあえてやっているようだが、どこかで打てなかったことを割り切っているようにも映るということで、そのやっぱりこうどうしてもこう、まあ、難しいんだよね。いやいや、だからもう堂々としとけって、三振してでも胸を張って帰ってこいみたいな、うん、ね、胸入ってきたら胸張ったで、そうそう言われちゃう、なんか割り切ってるみたいな、こうまたなんかちょっとしょぼくれて考えてきたら、いや胸を張るみたいな、そうそうそう、もう、ね、大変なんだよね。そうですよね、ただいろんな見え方があるからね。ですよね、ただやっぱり打撃にやや迫力を、いや迫力はないな、うん、迫力ないっていうのは、うん、やっぱそういう積み重ねが迫力を削ってるというかさ、うん、いやもうイケイケで行ってたら、うん、でもこれはじゃあ人が入ってくると、うん、人がメンバー的に変わってくると迫力が出るのか、うんうんうん、ね、いやそれじゃつまんないじゃん。そうですよね、だってあの阿部監督は若手も育てながらって、うん、だからね、細かいことよりも大胆にやることの方が選手は育つ、うん、絶対に、うん、で作戦としてこういうことがあるよということを教える意味では別に構わない、はい、でも常にそうだと、うん、みんなが萎縮するような俺は感じを受けてる。なるほど、だから大胆にやるときはやっぱりやって、だからこのね扱い方っていうのは新庄監督がいろんなことを言われながらでも、はい、押し通して今の時代を築いた、はい、今年の日本ハムを築いてる、うん、で阿部監督もやっぱそれに近いと思うんだよね、うん、ね、だからやっぱ若手を育てるのにはもっと大胆でいいんじゃないかなっていう、うん、そうですよね。ただね今ねコンプラとか、あ、まあまあまあそうなんですよパワハラとかあるから、はい、今はね弱者が、うん、弱者救済のねパワハラとかコンプラだったんだけど、それを利用して弱者が強者になってるからね今。そうですね、で立場が上の人間が弱者になってるから、はい、だからおかしくなるんだよ、うんうん、世の中が、うん、だから野球界もおかしくなってきてるんだと思う。まあそうか、なかなか選手たちに言えない、うん、きつく言えない、言うと、うん、
だからもうすぐ SNS に書かれちゃう。だからサインでしか選手を動かせないみたいなさ、辛い言葉出したらノンバーロだよみたいななっちゃいます、ね、なっちゃうから、まあ、だからそこら辺で悩んでるのかもわからないし、でもここからでも例えば巨人の今年のチームカラーのその打撃方法だったりとか攻め方っていうのは変えることは、色を変えることっていうのは可能ですか？いやだから、ね、安倍監督、監督として一番怖がってるのはやっぱブレるということだよね、うん、まあ、それがやっぱこう選手の口から出るようになってくるとやっぱ指揮官としての威厳がなくなるという、うんうん、だから、まあ、原監督はね、前原監督が言ってるようにちゃんと説明をした方がいいというところはそういうところだと思うよ、はい、うん、それは正しいかもわからないね、うん、だからただこっからはちょっとああいう場面でも大胆にいくと、はい、ただ7、8、9になったらああいう作戦もあるよと、うんうん、それまではもうちょっと伸び伸び、うん、もうとにかくもう勢い持っていけという方がなんか俺は安倍監督らしいけどね、うん、あ、同じ中央大学出身ですもんね、うん、だから最初からやっぱ打てないっていうのを前提に戦ってるから、はい、だから苦しいよね。だからや巨人の野球を見てるとこうなんかこう重い感じがするんだよね、うん、しますね。だからもう本当に7回以降はそういう苦しみを、うん、苦しみっていうか細かいことに入ってくるかもわからないけども、うん、まあそこまではもういいから大胆に行けって、うん、もうとにかく自由に行ってこいみたいな、うん、ね、俺その方が若手も伸びそうな気もするけど ね、 ね、若手も一生懸命使ってるけど何か1球目からなんで打たないんだろうっていうボールを見逃すし、うん、うーん、もう少しやってもいいのかな、雑さがあったりとか無駄があるのが 若さだし、うん、それをこう淘汰してこう削っていって何か一人前になってくるというか、うん、それまでの時間を与えてほしいなっていうような感じがするけど。そうですよね、まあ、萩尾選手にしても伊豆口選手にしても佐々木選手にしてもいい若手の選手たちいっぱいいるので、そうですね、だからこういう時はこうやらなきゃいけない、この打席はこう負けてたらこういろんなシチュエーションの中で打席に立つんだよね、うん、バッターってそれを最初から叩き込んでこうがんじがらめにするのか、それとも大胆にやっといてやりながら説明しながらそこに持っていくのかでは、やっぱこう同じ形を作るにしてもやっぱ違うと思うんだよね、うん、まあ、頑張ってほしいなと思うけど、まあ、作戦の意図は分かるよ、うん、打てないそれは分かるけどもね、だけどできないっていうことはまだ意思の疎通というか、うん、まあ、そういうことが徹底されてないのかなっていうには思うけどもね。そうですよね、まあ、立岡なんかはね久しぶりにこう一軍に来てみたいな支配下になってというね、うん、だからまあそこら辺も分かってなかったのかなという、うん、ちょっと辛いけどね。そうですね、はい、まあ、去年まではね、例えばウォーカー選手とかブリンソン選手みたいな結構、まあ、大雑把ではないですけど長打打てる、だけどちょっと細かい野球は苦手だよっていう。いや大雑把でいいんだよ、でそれでよかったんですよね。だから大雑把あいつら二人はそうです、ね、もうめちゃくちゃ大雑把の代表みたいなもんだよね。ですよね。ただやっぱ得点は取れてたっていう、いやただ魅力はだどこにあるんだっていうことだよね。そうですよね、うん、だから大雑把だけど悪くはない。そう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 、細かいからいいっていうことでもない、うん、なんかでもこれがパチッパチッとはまっていくように、うん、まあ、選手も育てなきゃいけないし、うん、でも今のままだったら、うん、なんかこう対価は考えられないというか小銭というかそうですよね。そんな感じしない？いえ、すっごいわかります。わかるでしょ。わかります、うん、だからやっぱね、巨人たるものをやっぱ対価を狙ってほしいなと思うよね。だから海外の投資でリスクもあるかもしれないけど、大きいファンドでなんか投資をするのか、例えば日本の銀行でこう、ね、金利が低いけれども確実にっていうところに行くのかっていう、なんか、そうだね、そんな感じですよね。ただピッチャーがこれ夏場過ぎてくると、夏場からやっぱりへばってくると思う、まあ、そりゃそうだ。そういう時にやっぱり得点がなお入らないってなると、これはちょっとね、いや苦しいよ、苦しくなりますよね。やっぱこう夏は夏で点取りゲームになってくるからな、ある程度はね、はい、だからまあ本当にピッチャーって、巨人のピッチャーって頑張ってるしね、はい、頑張らしてるけども、うん、やっぱある程度点取ってくれないとさ、うん、やっぱこうなあ、昨日の山崎よりでも頑張ってて負け投手だろ。そうなんですよ、なあ、うん、だから
まあ、そういうことがないようにね。そうですね。まあ、野手もが もちろんこう指揮官の言う通りに行動できないっていうのはいけないし、選手としてね、うん、はい、でどんな野球でも指揮官が阿部監督がやれっていうことをできなきゃいけないんだよ、うん、できないからこうなるんだ。確かに。だからさえ出してる方は良かれと思って出してるから、うん、ただもう少し大胆でもいいんじゃないかっていう、うん、周りの意見も多分あると思うんだよね、はい、うん、だからまあ何が正解かっていうのは勝つのが一番正解だから。そうですね、うん、だからまあ結果が出ないと、まあ、叩かれるっていうのは仕方ないよな。ですよね。まあね、交流戦今日も今日明日はソフトバンクと巨人戦いますけれども、はいはい、今日からまた一体どういう試合をね、まあ、そうだね、はい、見せてくれるのかもちょっと注目したいです。はい。